まあ、ぜひライブでもなんかね。いやぜひぜひ。いやお願いします本当。はい、いえいえこちらこそ。みんな腰抜かすと思う。なんか僕も全く未知の世界なので、でもなんか曲がすごく今回聴かさせていただいたときに、はい、もうこれすごくなるんじゃないかなと思って、来てあの孤独に寄り添うって最初戦いだったのに、はい、寄り添ってきたじゃないですか。そうですね。そこがやっぱ AK さんすげえなと。あそこで寄り添うって変えたことで、ああもうなんかブワーンって世界がブワーンってこうなんか包み込むような、広く包み込むような、あの一フレーズだけでもなんか戦ってるだけじゃなくて、もう包み込んじゃって抱きしましょうみたいな。これはみんなにすごい刺さると思います、ね。はい、ああ、みんなこういういろいろ悩んでる。そうですね、時代なので、うん、みんな大なり小なり、うん、まあ、悩んでますからね。俺も結構こういう音楽ずっとやってきて、まあ、自分、まあ、今は今でこそユニバーサルとこうやってやらせてもらってるんですけど、それまでずっと、まあ、あんまりその才能があるタイプじゃなかったんで、なんか自分でこの名前を売っていくしかないみたいな、インディペンデント でそれでこのずっと来て、で、まあ、このヒップホップの中でこのキングって言われるようになって、でユニバーサルとこの契約させてもらったんですけど、なんか自分的にもなんかすごい停滞感みたいなのを感じてる時期もあって、でそれをなんか打破したのがこの前のさっき私させてもらった武道館のライブ DVD だったんですけど、で、まあ、今こういうみんなあの大勢いるんで言えないこともいっぱいありプライベートでも、でもなんかもうやめちまおうかなみたいな時期とか、でもやっぱりこうやって、ね、俺たちについてきてくれてるスタッフもいるし、まあね、信じてるファンの子たちもいっぱいいるし、やっぱ俺はでもここでこのね刀を置くわけにはいかないなっていうので、まあ再起をかけてこの前の武道館もやったんですけど、そういう中でこうやってトシさんとこういう歌が歌えて、同じあの心境になっている子たちって、まあ問題がねその人によって全然違うとは思うんですけど、でもそれでもねすごいそうやって思い悩んでだけどっていう人もいっぱいいると思うんで、そういう人たちにガンって刺さるメッセージになったらいいなと思って作ったんですけど、見事にそれ以上の、なんか自分が想像してた以上のパワーを宿してもらいました。いえいえ、ありがたいです。自分もいろいろそういう、まあもう消えてなくなってしまいたいっていうような経験をやっぱりしてきたし、絶望というものを経験してきたので、だから、まあ、なんかそういう意味ではすごく歌詞も刺さったし、メロディーも本当にこうグイグイ、はあ、何かこう気持ちが込み上げて、はあ、こう熱いものをこのと込み上げてくるような、はあ、メロディーとアレンジでしたし、はあ、そういった意味では、うん、僕のためにありがとうみたいな、いやいや僕のために書いてくれたんかなくらいに思えるぐらい、やっぱこう自分の経験をこうバッチリ入れられた、はあ、あの気持ちが入ったので、いや、嬉しいです。同じような痛みやこう悩みとか、葛藤とかを抱えている若者たちとか、まあ若者たちだけじゃなくて僕の世代もたくさんいるの で、 そうです、ね、多分同じような思いからこう絞り出してこうシャウトしていくと、そういう人たちにこう多分広がっていくんだろう、そうですね、届いていくんだろうなって感じがしますから、ありがとうございます。たくさんやっていきましょう、やっていきましょう、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。